今日のゲスト、秋元さんです。ありがとうございます、よろしくお願いします。このテンションでいいのかって話はあるんですけど、まあ、はい、いいと思います。はい、あのちょっとこの動画はですね、基本的に私が自分ごとにするっていうことを得意としている人、うん、まあ、先輩であったりとか、コミュニティデザインやソーシャルデザインや、まあ、そういった分野で活動をすでにされている方、あるいはそこに収まらないオルタナティブな活動をされている方にお話を聞きたいというところでスタートして、今回2回目でございますが、はい、ね、なぜ秋元さんをお呼びしたかというと、はい、ね、浦和経済新聞もやってらっしゃいますし、はいはい、ね、なんかそこにとどまらずですね、いろんなその NPO だったりの中間支援に始まり、今や麻雀を、うん、やって、なんか周りが面白いことになってるとか、うん、秋元さん絵も描かれててめちゃくちゃ私はその絵が好きなんです。ありがとうございます。そういうわけで、はい、まあ、あんまりちゃんとした紹介ができないので、ちょっとご本人がどんなことやってるかっていうのをお聞きしたいんですが、はい、ちょっとぜひ自己紹介お願いします。はい、秋元さん申します。さん、秋元壮と申します。壮はあの作るですよね、蔵を書いてる人。そうですね、作るです。かっこいい名前です。はい、はい、で、もともとはその NPO とか、うん、そういうのを支援する施設のスタッフをずっとやっていて、で今はフリーでそういう活動をしてます。具体的に言うと、はい、情報発信の支援とか、うん、あとはライターをしていたりとか、はい、あとやっぱり今講師業とかっていうのも結構多いですし、うんうんうん、それこそどこかの授業の委託を受けて、うん、受け負ったりすることもあります。うん、結構何でも屋なので、はい、何やってるのかというのも結構難しくて、それこそ時には講師やって、でライターやって、でデザインやることもあれば、なんか編集とかに携わることもあれば、なんか事業の回しをやることもあるしって、結構いろんな幅広い、はい、でもただその地域の活動、地域に関わる活動みたいなところの近くで、うん、まあ、なんかいろいろやっていきたいなっていうのが今の自分の、仕事ですね。うん、なんて言うんでしょう、最初のきっかけというか、はい、そういういわゆる中間支援であったり、はい、もっと大きな街づくりみたいなところであったりに興味を持ち始めたのは何がきっかけだったんですか？まあ、もともと大学が社会福祉系でコミュニティのこととかをやってたんですよ。うんうん、で、多分それより遡って言うと、もともとは社会学的なことに本当は興味があったんですが、まあ、社会学とコミュニティそんな遠くないんですけど、で、その自分が大学に入る前の年に、うんうん、9.11 のテロがあって、はい、でそれですごいやっぱ国際情勢みたいなことがテレビなんかでもやるようになって、うん、当時まだ浪人してたんですけども、はい、あんまりなんだろう、分かってるようで分かってなかったんですけど、浪人生結構時間あるってところあるか勉強しなきゃいけないんだけど結構そういうことを見るようになって、うん、でそうなるとやっぱその国際的なことをやる学部で海外のコミュニティのこととかをやってたんですよね。はい、やってる先生について勉強していて、うん、でその流れで地域コミュニティ、うん、本来であればそのお世話になってる先生とかは発展途上国のスラムのコミュニティ開発とかやってる人だったんですけど、うん、はい、やっぱりなかなか学生の身分でね、やってる人もいたんですけど、私はそこに入り込めずに、まあ言うても結構自分の生活環境と全然違う環境ですよね。うんうん、なので日本の地域のコミュニティとかそういう問題、もともと大学の時は、はい、商店街と町おこしみたいな話をやっていて、大学院の時は団地のコミュニティとかっていうのをやっていたの で、うん、でその団地のコミュニティやってる時に、まあ、なかなか地域高齢化が進んで難しい中で、はい、やっぱ NPO とか、もともと NPO ってなんか知ってるような知らないような、もっと字面では知ってるけれども、うん、実際の NPO って見たことないって言うと怒られそうですけど、あんまり触れ合う機会がなくてうん、うん、そういうことを大学に話しに来てくれたりする人はいたんですけど、現場でそういうのを見る機会がなくて、で大学院の時に初めてそういうのを見て、やっぱその高齢化とか住んでる地域の中でやっぱ地域づくりの今後主体になっていくのはそういう非営利の NPO みたいなセクターかなと思っていたところに、はい、その大学院の先生にこういうところでじゃあ仕事してみればって言われて、大学中から NPO 支援施設のスタッフを始めたっていうのが始まりですね。その NPO 支援施設ではどんなことをなさってたんですか？いやもう結構何でもやりました。それこそセミナーやったりとか、はい、相談業務とか窓口対応みたいなのもあったし、あと比較的っていうのはもう結構ず抜けて一番若手だったので、はい、
IT 周りとか情報発信とか結構いろいろそういうのをやる機会が多くて、まあ、そういうのを仕込まれたりとかもしましたし、あとは結構多かったのは調査事業とかヒアリングをして報告書をまとめるみたいなのも結構それずっとやってましたね、そういう授業は。なのでそういう意味で言うと万能型、何かに特化しないで、強いて言うと情報発信とかが多かったんですけど、それ以外にもその後例えばライターをやったりとかデザインをやったりとかするような下地は、全部そこで8年半働いたことで培われたかなって、ね、さっきちょっとお話聞いたらもう編集からデザインからもう広報から何でも何でもやるという素晴らしい、でもそのマンションのコミュニティとかの、その課題みたいなところをもうちょっとお聞きしたいんですけど、その大学の頃に携わってみて、そのいわゆる現場で動く魅力みたいなのが多分ひしひしとあった気がするんですね、魅力であったりとか大変なこととか、でそれを受けて中間支援をしてみて、ああ自分はここがすごく面白いなとか、考えていきたいなって思ったテーマとかっていうのはあるんですか？やっぱり最初の何年かはほぼもう仕事を覚えるとかっていうのがメインだったんですけど、一つにはやっぱりその情報発信というか、発信みたいなことに一つ興味を持ったっていうのは、発信はテーマっていうか手法ですけれども、やっぱり NPO 発信ベタな人が多かったりするので、じゃあどういうふうにサポートしていけるかなとかっていうのを考えたのが自分の中でもちょっとあったかな。特に十何年か前なので、SNS とか出始めてきた頃、そうですね、まだ間もない頃、間もない頃ですよね。でそういうところに講演して携わることができたので、今結構講師とかでここ5年ぐらいで呼んでもらうの一番多いの SNS 活用とかなんですよ。あ、やっぱそうなんですね。やっぱりそれはそれをやってきた経験があったからなのかなって思って、でテーマとしては結構私は何でもだったかなと思います。で多分自分の中でそこなんですよね、なんかその、統一的なテーマなくて、むしろこの人が面白いのがやっぱ自分の中では圧倒的に強いので、人が好きなんだ。そうですそうです、この人が面白いなっていうのがあって、統一的なテーマがないから、そのある種の中間支援みたいなことをやってるのが合ってたのかなとは思いますね。なるほど、はい、そのめっちゃ喋ってる。いえいえ、SNS の話ちょっと掘り下げたいんですけど、いわゆる NPO にとっては広報の部分ですよ ね、はい、私自身も結構普段アイデアスケッチという会社でアートディレクターをやりつつ、まあ、個人でなんていうの、知り合い捨てでお手伝いできるところはお手伝いをしたりっていうことがあるんですけど、あとまあ自分たちでなんかメディアをやったりとかで、そういう中でその広報、主にまあもう少しこう体力のない人たちにとっての広報ですかね、企業がやる広報というよりは、でそこでのこうお金作りってすごく大変ですよね。そうですね。で、まあ、自分ごとになった時に、いや、なんでこんないいことを、面白いことをやっている人にどうやってお金を回そうかみたいなところを悩んでいて、まあ、回そうかっていうか、し、まあね、なんかこう一緒になんかいいことというより悪巧みに近いですけどなんかやろうよって時にね、なんかどうにもこうにもっていう相談をちょっとさっき秋元さんにしたら、そりゃみんなそうだよって返事返ってきて、あ、そりゃそうっすかねなんて話してた。全然答えないですもんね。それないか、やわ。でもなんかこう実際に SNS をやっていて、今も教えてらっしゃると思うんですけど、なんだろうな、その目指すべき指標が、まあ、結構そのみんなに伝わることって大事かなと思っていて、じゃあやりゃいいのかみたいな話はあるじゃないですか。でも SNS って誰でも始められるから、ちょっとその時に大事にしていることをもしよかったら教えていただきたいなって。指標作りがやっぱり本来はすごく大事で、SNS、まあ、そもそもでホームページで言うと PV 数とかも大事だったんですけども、結局のところ何人見てくれても、多分何のアクションも起こしてくれなければ、何人見てくれても一緒だと私は思うんですね。もちろん知ってくれることの大事さはあるかもしれないし、それが先々のアクションにつながるってことかもしれない、いうこともあると思うんですよ、例えばこういう問題があるってことを頭の中に刷り込まれて、それが5年後10年後に生きてくるってことはあると思うんですよ、でもそこら辺ってやっぱ指標にできないじゃないですか、なのでやっぱり結構 SNS 活用とかで相談を受けてると、どうすればそのリーチが伸びるかとか、
見てくれる人が増えるかっていうの、うん、それはもちろん大事なんですけども、はい、結局のところ見てくれても見てくれる人がのね、あの増えなければ、見てくれても何かをしてもらわなければ、うん、あんまり意味がないかなと思ってて、そうですね、うん、だからその目的としての指標を自分たちでどう作るかっていう話はしてます、うん、例えばなんですけど純粋に啓発をしたいと、はい、であれば結構 PV って、どっちかというとリーチですね、あの何人見てくれるかは大事になってくると思うんですけど、うん、やっぱ活動していく中でそういう人って非常に稀で、うん、本来であれば例えば今あのちょっと文化系の施設の相談対応をやってるんですけど、そういうところで言うと足を運んでもらう、うん、で講座とかに参加してもらう、うん、っていうのがやっぱり目的じゃないですか、うん、例えば1万いいねが来たって別に1人も来てくれなきゃ、はい、多分何の意味もないですよ、ね、そうですね、そこのセンター自体が何なんだ、はい、もちろん知名度が上がったとかいろんなことあるんですよ、だから何の意味もないは本当は語弊があるんだけど、はい、うん、でそうするとやっぱり自分たちが何をしてほしいかっていうところを根本に構えてないと、よく講座なんかで話すんですけど、はい、あの国境なき医師団とかあるじゃないですか、 あの電車の中張ってあるの、はい、あやっぱ寄付が欲しいからあのタイプにしますよね、うん、あれでボランティアしてくださる場合はちょっと重いじゃないですか、あの南スーダンピンチですみたいな、そうですね、まあ、距離感だいぶ感じますよね、そうです、その活動自体と、だからもしあのなんだろう、ボランティアしてほしいだったらなんかもっとあのみんなで井戸掘ってわーってやってるのとかやったり、うんうんうん、何が目的やっぱ定まってないと橋の手法が狂っちゃうんですよね、なんで目的を定めてそれに合った指標っていうのをやっぱ作らなければいけなくて、まあ、やっぱそこら辺はあの一緒に考えていきましょうねって話はしてますよね、寄付が欲しいのか会員が欲しいのか参加してほしいのか啓発したいのかってやっぱちょっと違うと思うので、SNS その発信される方がじゃあその個人で指標を作られたとして、なんて言うんだろうな、大事なその測るためのツール、例えば講座で言うならアンケートに書いてもらえばいいと思うんですけど、 SNS で来たっていう人が最初のうちはこれぐらいしかいなかったのにそれが増えていったのであれば、はい、明らかなそれは成果ですよね、うん、そうですね、そう思いますよね、これ見てきたよみたいな、そう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 、うんうんうん、それが一番だと思いますよ、やっぱいいねの数が増えましたっていうのは何の答えでもないはずなので、うん、その実際にその教えてっていうか SNS の使い方とかを発信するっていうのは一つの中間支援だとは思うんですが、はい、その他にやられてる中間的な支援とかってあったりしますか？今ですよね、うんうんうん、今は意外と中間支援的なことはあんまりやってないんですが、特に何が熱いですか今？NPO スタッフの人材研修みたいなのを別の市でやってたりとかっていうのはありますし、 あとは人つないだりはしてるかなと思うんですよ、例えばなんか結構気軽に聞いてなんかこういう人が欲しいんだけどとかって言って、じゃあこういうとこ行ってみればとかっていうのをやってますけど、はい、今熱いのあれですよね、さっき話したあの、うん、健康麻雀がなんか麻雀打ってるって話麻雀って打つって言うんですかね、私全然打つってます麻雀は役が覚えられないから、ちょっと今度やりましょうよ、やりたいやりたい、麻雀ね、そうそう、健康麻雀面白いです、抜け出られなさそうだ、あでも健康麻雀全然趣味今は仕事にはほぼほぼなってないので、うん、そうか、うん、だから仕事になんかそういう方も考えなきゃいけないですけど、うんうん、その健康麻雀って何ですかっていうのを聞いてもいいですか？はい、麻雀ってイメージ悪いじゃないですか、やっぱり、うん、ちょっとね、タバコをふかして、タバコを飲む、吸う、かけるなんですよ、ね、うん、これを全てやっちゃいけないよっていうのが健康麻雀で、うん、飲まない、吸わない、かけないみたいなやつです、これ商標とかあるのかな、まあ言っちゃっていいのかな、まあいいか、まあまあまあそうですね、飲まない、吸わない、かけない、はい、それの集まってくる人ってどんな人なんですか？これが結構面白くて、もともと健康マージャンやりたいって言ったのって、これ名前出してていいのかな、うんうんうん、あのご存知の桜井ひふみさんが、はいはい、多分最初彼女が言ったんだよね、はい、健康マージャンやりたいって言って、その時に一緒に話してたのは、うん、あのそう、埼玉市にいる女性の方でね、ちょっといろいろ市民活動もなさってる、うん、さすが、そういうフォロー、ね、ひふみさんって誰って多分みんな思ってる本人のやつ言っときましょうね、はい、でその時におっしゃってたのは、うん、やっぱり地域の男性を
引っ張り出すツールになるんじゃないかって話をしてたんですよ。そうです。つまり女性はコミュニティとして成立するんだけど、ね、男性の方が意外といけないっていうので、特にリタイアした男性とかが出てこれるようになればいいなって話したんですけど、蓋を開けてみたらびっくりで、女性ばっかだったんですよ。あ、そうなんですか。へえ。で、これも結構やっぱ面白くて、クリーンなイメージとか。そうなんですよ。で、しかも多分それこそ旦那がやってたとか、そういう人でやってみたかったんだけど、あの空間で入っていけないじゃないですか。あ、確かにな。で、みんなが結構夢中になってやってるから、どんなもんなのかなって興味はすごくあったみたいで、で、何のゲームでもそうなんですけど、いきなり入っていけないんですよ。例えば、まあ、それこそちょっと直ちゃんがちょっと囲碁を覚えたからって5回以上とかいけないじゃないですか。いけないですね。全然、今覚えたところみたいなじゃないですか。健康まるちゃんを講座風にやったんで、初心者ばっかり集まるんで行きやすいんですよ。つまりみんなできないので、覚えてないもの同士で。そうです、そうです、そうです。で、やっぱりいろんなゲームの落とし穴なので、それがやっぱりなかなかできる場がなくて、むしろもっと全然下の世代だったらゲームアプリとかで覚えちゃうかもしれないんだけど、で、やっぱりコミュニケーションツールになるっていうのが大きかったのかなと思いますね。で、女性たち集まって何を喋るんですか？なんかいろいろ喋ってますよ。ゲームの話ではなく、ゲームの話もしてるし、もするけど、初対面であるとゲームの話が多いですけど、知り合い同士とかだとなんか本当に世間話したりしますよ。社会のためになるとか、世間のためになるとか、地域のためになるって大事なんですけど、やっぱりどこか続かないなって思ってて、私は健康マージャンは他人事になっちゃうっていうのもあると思いますね、はいはい、あとはモチベーションが続かないと。あ、例えばなんですけど、健康マージャン、私マージャンが好きだったんで、みんなでマージャンの機会を作りましょうって、もうほぼ遊びです、初めは。てか今もほぼ遊びですけど、そういう時ってもし仮に人が集まんなかったとしても、まあ、一択できたからみんなで遊べればいいやって思えるんですよ。でも自分の中で大義名分がすごく強くあって、これをやらなければいけないって思った時に、人が集まんなかった時、多分すげえ苦悩するんですよ。あ、でも私の中ではそれがやっぱり良くて、いろんなところでちょっとずつ健康マージャンやったのが、今ババラボさんっていう、埼玉市のところで、今結構3択だったんで、この前 14,5 人来てたりとかするようになったので、3択っていうのは、4人が3テーブルってことです。でするので、やっぱそれを考えると、自分の中で面白かったからかなとは思ってますよね。で、その面白かった、自分が面白がってやってることが人をつなぐツールになるんだなっていうのは、あんま考えたこともなかったんですけど、それこそなんだっけな、おじいちゃんで、あ、こんな麻雀があるのかみたいな話をしてたり、つまりでも自分たちはもうなんか夢中で不健康な麻雀やってたわけですよ、ね。でもほら女性とかも入ってきて、なんかみんな和やかな感じ。なるほどね。何もかけないし、麻雀金かけてるとなんか殺伐としてきますしね。確かに、よっしゃーっていうのとかみたいな、あれと全く違う世界観で、でしかもなんか参加してるおばあちゃんとかが毎月これが楽しみとか言ってくれたりすると、なんか遊びでやってたことが、なんかいろんなことにつながっていくんだなって思い始めてきたので、なんか今そういう場所を作れればなみたいなすら思ってますね、最近では。でもなんかそのフックとして、その麻雀の持ってたちょっと悪い雰囲気が逆にいいっすよね。なんかそのなんていうの、ちょっとその負の要素をファッションとしてまとえるっていう、なんか麻雀やってるんだみたいな驚きが自分の中に入ってくるっていうのは、まあ、これ私の見方なんで、世間一般的にそうか分かんないけど、あとそれで言うと、それの面白いところもあって、参加する人だけすればいいやって思えるんですよ。あ、例えばすげえいいことやってるなっていう空気を完全に出しちゃうと、え、なんでそれいいことやってるのに来ないのみたいな空気って、やっぱりソーシャル系どっかあると思うんですよ、それ超嫌いで、ちょっと意識高くなりすぎる、そうはいはい、で、それがやっぱちょっと嫌で、麻雀なんだから、結構ね、実はね、誘うんですけど、私ね2回以上3回以上ってほとんど誘わなくて、で、やっぱりなんだろう、2回ぐらい誘って来なかったらこの人は来ないんだなと思って、結構スンってできるんですよ。麻雀とかで抵抗ある人もいるしなって思って、で、面白いのはね、そういう人がやっぱり出てみたいみたいなケースも出てきたりしてるので、頑張って Facebook とかで発信してると、1回抜けたけど、抜けたっていうか、僕初め来なかったんだけど、ってこうやっていうケースもあります。そういうのいろんな場所でやってらっしゃるわけですよ。今いろんな場所でやってたんですけど、今ほとんど1箇所、そのさっき言ったババラボさんっていうところにほぼほぼ今、落ち着いてるかなと、ね、会場でいうとね 5,6 箇所でやりましたね。ああ、そうですか、はい、ただやっぱり続ききらなかったりとか、いろいろあったので、でもなんかそのさっきその
ちょこっとお話聞いた時に、はい、それご自身が教えたりとか、はい、なんかそうやって麻雀なら麻雀とか、うん、SNS なら SNS とかやってらっしゃった時に、はい、興味を持つ温度感の高い人と、はい、もちろんちょっと一回興味できたけど抜けるわっていうその秋元さんを介してつながってる人たちっていうのがいたり、はいはいはい、麻雀っていうテーマ、うん、そのテーマの話もしたいですね、はいはい、でもまあそのテーマを共通とする人が集まっていくって時に地域でデザインをしてこうってやると、うん、全然このテーマ自分とマッチしないのにみたいな人がどうしても現れますよね、うん、そのコミュニティの中に。でもなんかそのいろんなところに点在しているコミュニティを最後つないでいけばいいやって話がすごく面白かった。さっきのそのテーマ型と、うん、地域型コミュニティ型、地域型、うん、も地域型、うん、秋元さんが思うコミュニティ論というかこういう集まり方素敵だよねって。本当コミュニティの研究とかそういう大学院とかそういうのやってたのにこういうこと言ってちょっと一口読んで書いていいですか、うん、お酒飲んでますよ。はいはい、何でしょう。その前も飲んでるし。私コミュニティ嫌いなんですよ。出た。はいはいはい。というのは、うん、極論ですけどコミュニティがなければ戦争も差別もないと思ってるので、うん、やっぱ線を引くっていう作業はやっぱどこかに自分と他者を分けて考えなければいけないって作業なので、うんうんうん、でそれは必要なんと思うんですよ、うんうん、今のこの世の中において、はい、地域コミュニティがそういう何かの助け合いになってるとかそういうことも含めて、じゃあ地域コミュニティが助け合いになってるってことは地域コミュニティじゃねえ人は助けなくていいのかっていう極論ですけどね、なってくるような気がするので、はい、まあ、線を引くっていう作業のリスクがすごく高いと思ってて、多分そういう意味で言うと私は多分コミュニティって言葉が好きじゃなくて、うん、で線を引かないならどうするかっていうとネットワーキングだと思うんですよね、はい、多分人と人とのつながりが広がっていけばコミュニティと同じような形はできるんだけれども線を引くっていう作業がそこに存在しないわけなので、うんうん、ちょっとまた曖昧な言い方になっちゃうんですけど、でそういう時にやっぱりこのエリアに住んでるからこのコミュニティに属さなきゃいけないっていうのはもう一回も必要だと思うんですよ、うん、必要だと思うんですが嫌いなんですよね、うん、私個人としては。なので私はむしろこれやりたいからみんなやろうぜみたいな方が面白いと思ってるし、逆に自分の好きな人とつながればいいと思ってるので、うん、あんまりそのコミュニティしたくないなっていうのがまず大前提としてあります、うん。秋元さんさっきもおっしゃってましたけどこの人が面白いから仕事をやるってことですよね。なるほどな。テーマでっていう、はい、そのピボット感が面白いなと思ってて、ピボットっていうのはいわゆる軸、うん、バスケでいう軸足、ね、パス回す前の、うん、そうそうピボットターンみたいな、ね、そうそうそう、うん、なんかあれバスケやって元バスケ部です。あ、ですよね。そうです。わざわざ愚問でした。いや、とんでもないですよ。あの他にも中間支援されてる方の話聞いた時に、はい、やっぱり片足を突っ込める、あくまで片足なんです、うん、片足を突っ込めるところがたくさんあるっていうのが面白いっていう言い方をされてて、麻雀、うん、の話と、うん、これまでそのそれこそ大学卒業してすぐやられた NPO の支援、はい、いわゆる中間支援、はい、で違う気がしてるんですね。違うでしょうね、うんうん、なんか私の知り合いもちょっとそれで悩んでたりはしてて、はい、自分がその現場に入るか、はい、もっと俯瞰した目線で、はい、その物事を考えてデザインしていくかっていうそれで結構悩んでんでいて、でも現場に入るって結構勇気いるって言ったら変だけど、本当にそこに対してこう覚悟があって始めるっていう意識が私は結構あった。でも秋元さんにそのお話をして、そういう時にやっぱなんでその変わってるのかとか、現場と今中間支援両方やってらっしゃったりするからそれはなんでなのかみたいなお話をちょっとね聞きたいなと思ってて、すげえ普通のこと言いますけど、やっぱり基本的にはバランスだと思っていて、うん、やっぱり現場感のない中間支援ってダメだと思うんですよ。現場を踏んだことがない人が中間支援する。それ多分中間支援って言葉が分かりにくいとすると、うん、コンサルタントとか、うん、はい、そういうことかなと思うんですけど、はい、多分中間支援ってあんま一般用語じゃないっぽいので。あ、そうなんですね。多分そうです。そっかそっかそっか。例えばコンサルタントとかやる方だってその、はい、要はご自身で営業の経験があるとか、はい、うんうんうん、
要は何かやってる経験があるからこそコンサルティングってできると思うんですよね、うんうんはい、でもやっぱり私あの公共施設の中間支援のコーディネーターだったので、はい、あの受託支援は民間でしたけど、なのでそうするとどうしてもやっぱ施設管理みたいな部分が大きくなってきてしまって、うん、そうするとやっぱ現場感っていうよりかはそこの場所を要はコントロールする、うん、マネジメントする人って感じになってくると、うん、ある種現場の NPO を知らなくてもできちゃう仕事なんですけど、うんうん、私の中ではそこに結構葛藤というか、はい、葛藤じゃないんですよね正確に言うと。私あのというのは大学院在学中からその公共施設の中間支援のコーディネーターで仕事を始めたので、はいはいはい、当然大学院ってすぐ卒業するじゃないですか、うん、私当時、週 3.5 みたいな非常勤みたいな扱いだったんですよ。通いながらやってらしたってことですね。そうですそうです、はい、で残り空いた時間に別の埼玉情報センターっていうちっちゃい NPO を誘われて、はい、でそこでも仕事をし始めたんですよ。うんそうするとそこでは本当に現場で本当におじいちゃんおばあちゃんのパソコン講師やったりとかやってましたし何でもやんなきゃいけないっていう、うん、であとはそれこそ書類書いて補助金とか助成金とかも自分で出したりしてましたけれども、うんはい、やっぱそういう経験があったからこそ相談対応とかに厚みが出てくるじゃないですか、はいはい、ねあんな書類全然書けないよねとかなんかそういうちょっと現場感に近いところでできるんですけど、で、ねうん、でも 100% 現場にいたらできないんですよきっと、うんうん、半分現場にいて半分現場じゃないところにいるからできるのかなと思ってて、うん、でもこれは人によると思うんですけどいろんな人がそうなんですけど俯瞰してると降りたくなるんですよ。あ現場になるほど行きたくなると思います。誘われてくんだあのあれ何なんでしょうそれは。なんで行きたくない。結構行き来してる人多いですよ、そういう意味で言うと、うん、入ってはちょっと一回引いてみてみたいなことですかね、うんうん、本当に着地してそこでビジネス始める人とか、うん、あのソーシャルビジネスコミュニティビジネスもっと NP 法人立ち上げる人とかいますけど、はい、私はそこまでの着地はしてないです、うん、ただやっぱりあの誘われますよね。誘われる、うん、はい。いやでもねそのバランスで悩んでる方すごいたくさんいるんじゃないかなと思います。似たようなジャンルでね、はいはい、なんかそう自分の知り合いもそうだし、うん、なんなら自分自身もそうだしっていうのはありますね。こういう言い方するのもまた変かなと思うんですが、はい、私結構バランス感覚あると思うんですよ自分で。あ羨ましいです。でも、はい、やっぱりバランス感覚があるってことは超突っ込めないんですよ。なるほど、うん、それもそれでまた考え物だなと思ってて。あ考え物ですかね。例えばなんですけどじゃあ震災が起きたみたいな時に、はいはい、多分直さんもそうなのかな私なんかそうなんですけどもしなんかそこで例えばお手伝いをしたいなと思っても、はい、あ今どうなってるのかなと現場がとかそういうのを確認しながら、うん、あこういうボランティアセンターでこういうことができるのかとか自分でチェックしながら、はい、そういうもろもろを考えていくと思うんですよ、はい、でも多分行く人って超行くと思うんですよ、うん、一方聞いた瞬間にリュック背負っていくタイプだと思うんですよ、はい、私はそういう人に対するコンプレックスがあります。あ少しだけそれすごいわかるな、うん、私もなんかちょっといけないんですよ。いけないな、うん、いけいいじゃんって言うけどいけないんですよね。うんちょっとだけコンプレックスあるかなと思ってます。なるほど、はい、だからこそ私はそういう人と仕事するのが好きですね。あ、うん、なるほど、ね、あの憧れの裏返しなんでコンプレックスね、はいはいはい、うん、それはわかりますね。だから、うんこれでも私の中で秋元さんは行っちゃうタイプですけどね全然行けないですよ違うんだ、うん、なんかねそうなんですよ。いや自分がなんでこういうジャンルに興味持ち始めたかって第1回でも言ってるんですけど、はい、私は東日本大震災なんですね、はい、ちょうど大学生の時でしたから、うん、あなんかこのタイミングで防災であったりとか、うん、地域まああの時はふるさとって言葉が結構刺さってましたけど、うんまあ、ふるさとというものを追われた人がいる。でその重たさみたいなものに初めて目を向けた時に、うんまあ、自分埼玉の生まれですけど埼玉に対する知識や興味やあまりにもないなっていうところに衝撃を受けたりして、うん、でまあじゃあそこからっていうのでいろんなコミュニティスペースとかいろんな方に会ってお話聞くみたいなのをスタートしたっていう背景があるんですね。で同時並行でローカルメディアを作ったりとかをさせてもらってたのでさせてもらってたというか好きでやってたんですけど、でなんかその延長でじゃあこれが自分ごとなのかっていうなんか自分の知的欲求を満たすことではなく自分ごとをさらに上のレベルって言ったら変だけどちゃんと行動に起こしてる人に対する憧れがものすごくあってそれは未だにあるのでこういうメディアをするに至ったっていうところはあります。
どこでみんな自分ごとにして、その一歩、そのなんていうの、他者に対して働きかけるみたいなところに行ったのかなって。で今中間支援と NPO っていうのが出てきましたけど、私もう一個町を支えてる人にボランティアっていう存在があると思っていて、うん、で埼玉トリエンナーレの国際芸、今今年は埼玉国際芸術祭2020になりましたけど、あの埼玉トリエンナーレっていうのは2016年にあって、その時にまあプロボノって言ったら綺麗だけど、まあ、いわゆるボランティアのサポーターとして現場を見る、誤解を恐れずに言えばボランティアっていうものに対する理解が私にはなくて、うん、ボランティアするんだったら お金もらえるようなそのいわゆる自立して回るような仕組みにした方が良くないっていうのが結構個人的な意見としてあったんですね。でだからこそクラウドファンディングやってお金も集めるし、何かやろうっていう時になんかみんながお金を出し合ってっていうよりは、その活動を求めてくれてる人がいると信じてやるみたいな感じのスタイルだったんですけど、でもやっぱりそばでボランティアをやってる人、まあアート系だからなのかもしれないけれど、自分の楽しいと思うことをやってるっていうその感覚がなんかそれはそれで羨ましかったたというか、うん、いいなって思っていて、楽しいって一番当事者意識高いなって思ったりするんですよ ね。あんまり難しくいろいろ考えるんじゃなくて、好きだからやってるんだよが実は今の時代一番強いなとか思ったりする、うん、なんか麻雀もお聞きしてたらそうなんかなっていう気が、でもなんか考えちゃうんだよね、どっかでね、うん、次のステップとか賢くいたいんだよな、なんか嫌なやつって思うけどボランティアっていう意識を持って何かをしたことがなくて、はい、でただ私は仕事柄そういう関わり方がすげえ大事っていうのを見てきたので、うん、あ実は私も、まあ、さっきちらっと言いましたけど20代後半ぐらいの時は似たようなことを思ってましたやっぱりボランティアグループよりもそのソーシャルビジネスみたいなもので回さなきゃいけないとかって、うん、中間支援コンサルティングとかしてるとやっぱりなんだろう、ボランティアではやっぱ地域は変えられねえなって思ってたんだけど、別にそんなこともないなっていうのはやっぱ後々ですね、うん、30代入ったからかな思ったのは、やっぱいろんなフェーズがあっていいんだなっていうのは、うん、なんか劇的な体験があったわけじゃないんですよ、うん、でもやっぱそういうところでずっと仕事をしていた上でなんとなく感じたことっていうところなのかなと思ってて、うん、例えば今ボランティアって言葉とは別に例えば寄付者もいるじゃないですか、はい、クラウドファウンディングで言うと、はい、サポーター的に応援してくれる人たちがいて、うん、でそういうフェーズもあるわけじゃないですか。そうですね、誰しもが自分がそこにがっつり関わって仕事でやるってことはほぼほぼ不可能だと思うので、うん、それ以外の人たちを動かさないと多分社会って変わらないと思うんですよね、うん、でその中でボランティアってすごい最先端のだと思うんですよ、役割としては、うん、はい、ボランティアがいて寄付者がいて、うん、例えば興味あってちょっと拡散してくれる人がいて、はい、興味ない人たちがいるみたいな感じで言うと、あ興味がないことが悪いって話じゃないですよ、はい、うん、あのいろんな活動があるので、うんうん、この活動には興味あるけどこの活動には興味あるとかいろいろあると思うので、うんうん、いわゆるその自分の興味のあるテーマみたいなものに、はい、あのいろんなところでその要はテーマを中心にして足を踏み込めるっていうのは結構今の時代っぽいなっていう感じしますね、はい、うんうん、なんかいっぱい聞いてきましたけど、秋元さんがこれからやりたいこととかお伺いしてもいいですかね。今あんまなくて、でも天候マジ面白いなと思ってるから、うんうん、こういうのを発達させていけばいいかなと思うんですけど、うん、多分超絶的に秋っぽいんですよ、はい、なので例えば5年後とかって全然イメージがつかなくて、うん、まあ、本当は良くないかなと思うんですけど、なんか今のところずっとそれでなんとなくギリギリで乗り切れてこれてるので、はい、まあ、なんかどっか乗り切れるのかなみたいなのもあるし、はい、あさっきもちらっと言ったけど、うん、この人が好きが大きいので、うん、なんかこの人と何かやりたいみたいなのもあって、さっきのボランティアの話で言うと私なんか社会のためにって多分できないと思う。こういうところで仕事しててすごく言ってはいけないことなのかもしれないけど、社会のためとか地域のためっていうので究極的には私動けないと思ってて、でそれこそこの人がいるからやろうかなとか、この人のためとか、例えばこれも直井さんに言われたからやろうかなと思うけれども、ありがたいです。でも別にそれだけだと思ってて、
だから自分の興味と自分の好きな人の興味みたいなの、だからそういう意味で言うとわしにとってはあのすげえ全部自分ごとだと思う、さっきね自分ごとって言い方してたじゃないですか、はい、そのフェーズであんま考えた、その何だろう、フレームであんま考えたことなかったなと思ったんですけど、はい、そうするって考えるとわしにとって自分ごとってなんだろうなと思ったけど、超絶的に全部自分ごとだなと思って、へえ、いや、めっちゃ最高。逆に言うと、うん、わしね、あ、これはまああれですけど、興味ないことに1ミリも興味示さないタイプなのでなるほど、うん、だから関わってることは全部自分ごと自立した形に持っていくのに悩んでる人は、今後の秋元流健康麻雀の広がりを真似していくっていうか、なんかちょっとこう注視してね、うん、地域のことに関わってる人でやっぱり本当に切実な人はいっぱいいるんですよ、うん、例えば難病支援をしていて自分の家族が難病で、はい、例えば障害者支援をしていて自分の子供が障害を持ってて、で自分たちは親として先に死んでしまうと、その後にこの子たちのために一人で生きていける社会を作らなければいけないって考えているケースの場合って、うんうんうん、いや肩によって健康マージャーやればいいですかとは全然違うと思うんですよね、うんうん、だからそれはあくまで私の立ち位置だから言えることなんですよね。なるほど、うん、でもね、そのだから秋元さんの立場で活動されてる方は、うん、あの似たようなね、あ、そうですね、やられてる方は、うん、ぜひあの注目をしていただけたらって注目を、何見せです、めっちゃ偉そうなこと言った、ごめんなさい、いやいや全然大丈夫ですよ注目されるほどの何かやってねえなと思ったから、めちゃくちゃ面白いです。はい、というわけでちょっと雑なまとめで私が、はい、あの切ってしまいますが、はい、あの本当に秋元さんのお話が聞けて最高に面白い一夜でございました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ではまた第3回楽しみにしていてください、はいはい、それではまたありがとうございました。